どうですか。いや、めっちゃいいっす。なんかでもやっぱりこれはインスタレーション的性格が強いっす。でも長年写真はこっち方面になんか向かってる感じがしますけど、ね、どっちかっていうとこう一枚の写真自体、まあそのもともと複製可能だったけどより複製可能性が高くなってデジタルになって、うん、なんかどっちかというとマテリアルとしてのものとしての写真みたいなのも、うん、結構復元じゃないけど、うん、そういう性格が強かったんでそれが発展して結構この実際のリアルでどういう風に見せるかみたいなとこからインスタレーションとかまあそういう性格もかなり、ねまあ、方向性が強くなっていった先にある気がする。本人の展示ってそういろんな見せ方が凝縮してる展示ってあんまりないですね、うん、そうですね。まあなんか絵画的でもあり彫刻的でもありなんか、うんまあ、写真っていうものをメディアとしてどう使うかみたいなね、そういう考え方ですよ、ね。うん、写真展望の中にある強みだけをこうピックアップして使うみたいな、で別のものと組み合わせてメディアミックスして使っていくみたいな、まあ、それは映像もそうだけど、なんかそういう方向性はやっぱりまだまだずっとこういう残っていくんでしょうね。まあ、写真にしかできない表現って何なのかみたいなものってやっぱり根本的な問題提起にありますよね、うんうん、写真の何が強みなのかみたいな写真として、うんうん、これはどこまでが写真なのかなっていうのは確かに何をもって写真ってするのかみたいな話で分からなくなりますね。写真っていう考えよりはこうイメージとして考えた方がいいかもしれないですね。像として何かこう何かこう一つ一つのこうオブジェを近くで見たらオブジェだけど引いてみたら一つの像に見えるみたいなものって何かこうその像っていう意味では何かこうまとまってみたときに印象としてそういうものを受け取るけど、それがまあ写真というものも実際に近くで見たら粒子だったりドットだったりするわけで、引いてみたら像として見えるっていう性質としては同じなんで、そういう風に広く捉えたらそうです。不思議不思議な作品ですね。思ったより、はい、よく出てたんですね。写真映像を普段はフリーランスで手掛けてます、宮下直樹と申します。今回こちらの50番の、KG プラスの展示と、55番の、展示2つを、出展させていただいてます、はい。京都、東京を、まあ、主に行き来しながら、日頃ブランディングムービーとか、写真とかを手掛けることが多いです。フリーランスなので4人以上で集まる機会が極めて少なく、寂しさのあまりビジョンズにも入らせていただきました。ありがとうございます。平均年齢上げてます。ありがたいことです。ありがとうございます。まずこっちの展示は今まで日本テイストの写真で個展はやってなかったんですけど、まあ、ヒイラギ屋さんでの仕事をきっかけにこうあえてやっぱりそこに一回踏み込んで作品撮りをしてみようっていうのを、心に決めて、
向き合った作品ですね、はい。ただこう今っぽい日本の和風のミニマルな感じというよりは、ある程度こうベタな感じも残しつつ、まあ、雰囲気個性を出せるようになんとかしたいなっていうのを意識しています、はい。タイトルはサトルっていう、はい、あのピンとこない人の方が多いと思うんですけどググると微妙なっていうすごいネガティブな感じが出てきちゃうんですけど、実際意図しているのはそのかすかなとか非常に繊細なニュアンス的なものとか、そういうのをあの汲み取って写真作品を作りたいなっていうところからその言葉を選んでます。まあ、というのもどうしてもこう歴史と、この旅館ももちろん歴史ある旅館で、まあ、三大老舗旅館と呼ばれるその一つであるんですけど、あのそういうテキストでこう押すようなことではなくて、もっとこう淡々と脈々と受け継がれているようなエッセンスをこう静かにこう拾い集めたいなっていうところがあって、そういうタイトルにして書いております。でもう一つ会場の、別会場の作品はネイバーズアウェイクンっていうんですけれども、まあ皆さんが一度は多分考えたコロナ禍のこう他者との距離感っていうのを実はテーマにしていて、でこう隣の人間との距離感っていうのをどんどん推し量っていった時に、一番遠くの認識できる人って誰かなって考え続けたら、まあ行き着いた先が僕にとっては太陽で、その太陽を擬人化した時に太陽さんが目覚めた瞬間に、あそっか、僕ら地球で見る景色っていうのは初めてこうモノトーンじゃなくて色彩を帯びて、そこにこう景色だったり物語が生まれてくるっていうのを感じて、でそれをまあテーマに夜明けに絞って撮った作品になります。はい。なんかその、まあ、ずっとこの KG プラスに出されてる、はい、ということで、はい、その毎年の変化みたいなのってあります？なんか今日フォトグラフィー KG プラス、この流れでいうと、こうやっぱ過去2年は明らかに海外の人の流れは止まってたんですけど、そうですね、まあ今年は本当にそれが本格的に再開して、まあ、海外の作家さんの参加数がめちゃくちゃ増えたので、国内の人はかなり減っちゃったような気はします。はい、確かに。で京都グラフィーの方は毎回テーマが、今年言うとボーダーっていうテーマがあって毎年あるんですけど、うん、KG プラスはもう各々の作品展がテーマなので、はい、あんまりこう全体としてのこう統一された打ち出しっていうのはないんですけど、まあ、去年とかはそれこそやっぱり香港の、はいはい、あれをテーマにしたものとかすごく衝撃強かったですし、今年はまだ1つぐらいしか見回れてないので、はい、何もまだ感想としては、はい、言えないところですね。なるほど、はい。なんかその結構僕も何回か来ている中で、はい、割とふわっとしか理解してないのが、京都グラフィーと KG プラスってなんやねんみたいな、はい、って何なんですかみたいなの多分みんな思ってるんじゃないかなみたいな僕もなんか京都グラフィー出るんですかすごいですって言われて、あすみません違ってみたいなちょっとこう説明が必要になっちゃうんですけど、京都グラフィーは要は招待作家さん、海外の、まあ、国内外のすごく著名な方の作品を、まあ特別な場所でセノグラフィーとかもきっちりデザインして展示する、写真展で、その京都グラフィー京都国際写真祭のサテライトイベントとして KG プラスっていうのがあって、で KG プラスは、僕みたいに作品と、まあ、基本的には会場セットでエントリーして、で、まあ、認定を受けるとオフィシャルの中で紹介してもらう、はい、で細かく言うと KG プラスの中でも、アワード部門とその他部門というのがあって、そのセレクトアワードセレクトの方の部門で、一番グランプリに輝くと、翌年京都グラフィーに出れるっていう、じゃあ、まあ、ある種の東写真館登竜門みたいなね、とこもありますね。そうですね、まあ、ちょっとその写真ど真ん中っていうのとはやっぱちょっと毛色が違うなと思うんですけど、
けど、はいはいはい、やっぱ若い人がチャレンジして発掘するみたいな、うん、そういうのはもちろんありますし。なるほど、はい、まあでもね、こういう展示形態もそうですし、まあ、他の会場もそうですけど、結構展示形態が面白いじゃないですか、やっぱり。そうですね。だから展示形態と写真っていうもののなんか両方である意味審査してもらえるみたいなところもちょっとありますよね。そうですね。なので、おっしゃる通りで両方をやっぱり考えて、うん、じゃあここでなんかあのパスタの写真作品撮ったやつやってもやっぱそれはちょっと違うって話で、はいはいはい、そこを含めた作品性を求められます。なるほど。じゃあやっぱり作品をこう出そうって思うときはどこで出すかってことを、まあ、考えて撮ったりすることもあるってことですね。そうですね。まあここはまあそもそもこの中の写真なので、うんうん、もちろんリンクするんですけど、はい、まあ、毎年カフェで4回やってるんですけど、うんうん、もう撮ってる段階であここの壁面に大きく張り出すとか、うんうん、こっち側をじゃあ夜明けのシグマのカラーモードでいうサンライズデッドだなとか、はいはいはい、でこっちはあのブルー系だなとか、あそういうのをもうすでに意識したりとか。なるほど。僕は場所を固定しちゃってるので、うんうん、そういう撮り方が逆にできるのは、うん、まあそれはそれでいいかなと。確かに確かに、はい、なるほどです。最近始めた人とかだと写真あんまり多分そっちから入ってない人も多いと思うんで、うん、なんかあえてこういうところでいっぱいそういうのを見ると結構気づきが大きいんじゃないかなみたいなのはありますよね。